ビクトル・ロベルトビッチ・ツォイは、ソビエト連邦の歌手、俳優、ロックバンド、機能のボーカル。ソビエト社会主義共和国カザフスタンのクズロルダ、出身の朝鮮人エンジニアの父と、レニングラード出身のロシア人教師の母を、両親の間に、レニングラードに生まれる。アルバート通りのツォイ・ウォール・ツイは1974年から2つの美術学校に通ったが、79年に、 成績不振で奉公になっている。その後入学したスカプトゥマイナス61で木工職人の技術を習得し卒業。日本の根付を彫刻で制作したり、ロバート・プラントなどの西側ミュージシャンの肖像画を絵描きやミーチで販売するなどして収入を得る。ウクライナのキエフで不法就労し強制送還されたこともある。17歳から作詞を始め、 ミハイル・ボヤルスキーやブラジーミル・ビソツキーといった歌手の他ブルース・リーのファンだった。1982年に機能を結成しアンダーグラウンドで活動。ソ連唯一のレコード会社メロディアとの契約がなかったため非公式未検閲での活動であったがリリースする作品は大ヒットとなり他国の事前企画などにも招待される。1985年妻マリアナとの間に 息子のアレクサンドルが誕生。マリアナによると生活は苦しく、ソイ一家はボイラー室に住み、ウェディングドレスを買う余裕もなかったという。一家が住んでいたボイラー室はカムチャツカと名付けられ、聖地化している。1987年に映画アッサに本人役で亀尾出演。1988年には映画ハリに初主演。この頃から機能の人気が加熱していく。 1990年8月15日、ゥクムスにて、交通事故死、28歳ボーツ。ソ連ロシアの音楽界に与えた影響は大きく、モスクワ市内の歩行者天国、アルバート通りには、ツオイウォールと呼ばれるツオイを称える落書きで埋め尽くされた壁が現存するほか、サンクトペテルブルク、ハバルフスク、ドニプロ、セバストポリにも同様の壁が存在する。ありがとうございます。